こんにちは、池田もこです。今日のマコチャンネルはビューティーです。今回はこちら、お菓子を食べます。イエーイ。私はね、お菓子がもう本当に大好きで、ダイエット期間だったり体型維持のためにお菓子を完全にやめ続けた時に、それがねまた逆にストレスになって感じてしまうことがありました。でも実はお菓子って、その選び方だったり取り入れ方によっては暴飲暴食を防いでくれたりとか、あとは精神的にもね、自分にとっていい役割を果たしてくれることもあるっていうのも実感しました。そこで今回はそんな時にぴったりの体のことを考えられたお菓子だったり嬉しいサービスを知ったので、皆さんにもご紹介します。それではご覧ください。マコチャンネルスタート。今回はこちらのスナックミーというものを紹介するんですけど、スナックミーは美味しく食べても罪悪感のないギルトフリーというコンセプトを日本で初めて提唱したお菓子の定期購入サービスになっています。ナチュラル&ヘルシーということで、添加物や白砂糖、ブドウ糖、果糖、液糖などが入っていなかったり、カロリーも控えめで栄養たっぷりなので、もうお菓子好きの私にとってはね、すごく嬉しい内容になっています。そして今画面に出ているのがサイトになるんですけど、こちらのね、申し込み方もまた楽しくて、このサイトのこちらおすすめのスナックを見るっていう風に押して、ここから質問に答えていきます。どのぐらいの頻度で完食しますか？毎日か、普段どのようなホワイトエッグ買いますか？チョコ系とナッツ系で、こういう風に選択していくと、一人一人に合ったお菓子を150種類以上の中から選んで届けてくれます。なのでね、この質問をするのも楽しいし、その届いた時に何が届くんかなっていうのも楽しいし、すごいワクワク感のあるサービスになっています。こういうお菓子も食べたい食べたくない、わからないとかいう質問もあって、これでこの自分の好みとかを判断していってくれます。そして今回届いたボックスがこちらなんですけど、早速開けていきます。何が入ってるかもめっちゃ楽しみです。はい、中はこちらです。8種類のお菓子が入っていました。これだけ入って1580円になります。ではね、実際に1個ずつ開封しながら食べていきたいと思います。お菓子食べる楽しみ。まず入っていたのがこちら、アガベチョコレートダークです。チョコレート、開けてみます。ダークチョコレートめっちゃ好きなんですよ。そっか、これもう自分が好きなものをこう選んで届けてくれてるから、これは嬉しい。うわー、はい、こんな感じのスティック状のチョコレートです。いただきます。うん、おいしい。めっちゃ好みのダークチョコレートです。このチョコレートはね、もうビターチョコ好きな私にはもうたまらない味です。やったー。はい、次はこちら、ブルキナファソ産マンゴーです。今思ったけど、このパッケージも一個一個違うくてめっちゃ可愛いです。マンゴーのドライフルーツも好きなんですよ。こちらです。いただきます。あ、いいね。もうマンゴーの美味しさがね、凝縮されてます。なんか程よい酸味もあって、もうめっちゃ美味しいです。ドライフルーツとかね、こういうビターチョコとか満腹感もあるし、すごい小腹が空いた時にね、ちょうどいいなと思います。次はこちら、フラップジャックチョコです。うわー、めっちゃ美味しそう。中はこちら、なんやろ、なんかグラノーラ系かな。いただきます。めっちゃ美味しいです。食感がザクザクしてて、この細かいグラノーラがこうギューッと詰まってるんですけど、それがね、またこうやって口の中でチョコの香りも広がって、めっちゃ美味しいです。いや、これめっちゃ好きなやつや。そして次はこちら、ココアおかきです。ココアおかきって珍しい。はい、中はこんな感じです。いただきます。おかきや。普通のおかきってね、結構こう塩分とか気になるかなと思うんですけど、こちらは黒糖とココアパウダーが使われていて、なのでね、こう塩分ってあんま結構取るとむくみが気になったりとかするじゃないですか。そういうのが気にならなくなるのがいいなと思いました。ココアのおかき初めて。
アールグレイミルクティークッキーです。やばい、もうめっちゃ嬉しいですわ。これアールグレイってか紅茶がめっちゃ好きなんですよ。しかもアールグレイのクッキーとかさ、紅茶のこうお菓子っていうのがめっちゃ大好きで、もうこれもめっちゃ嬉しいです。やばい、もうほんまにお菓子好きやから、もう今日もテンションがやばい。ありがとうございます。中はこちらです。クッキーのこの周りにね、多分アールグレイの茶葉が入ってるのかなと思います。うわ、めっちゃいい匂い。いただきます。うん、これはもうほんまに美味しい。これ今5個食べたんですけど、その中で一番好きな味です。もう口の中でほんまにまさにアールグレイミルクティーが、香りがもうふわって広がって、あと食感がもうほんまにめっちゃいいです。あとね、これ8枚入りになってるんですけど、こう今まで後ろにねカロリーも書いてあるんですけど、全部ねカロリーが200キロカロリー以下になっていて、結構1日のおやつの摂取カロリーって200キロカロリーぐらい前からいいっていう風に聞いたことがあるんですけど、なのでこのカロリーの調節もこれ1つ分っていう風に考えたら、すごいね計算もしやすくて、多くても1日1パックまでっていう風に決めると、すごいね体にもいい状態でお菓子を取り入れられるんじゃないかなって思います。いやー、これめっちゃ美味しかった。そして次はこちら、お米ビスケココナッツです。これは結構たくさん入ってる。中はこちらです。いただきます。うん、なんかカリカリサクサクっていう感じで、食べた後にココナッツの香りがね口の中に広がって、また美味しいです。で今食べた中でもどれもね、結構甘さとかもこう、うわめっちゃ甘いっていう風に感じることがなくて、すごい程よい甘さで、なんか素材を生かすというか、こう健康的なお菓子っていう感じがすごい感じるので、これはもうめっちゃいいです。あと2つです。次はこちら、ひよせん。こちらもたくさん入ってます。いやー、これも多分好きなやつやな。はい、中はこちらです。ではいただきます。うん、これも美味しいです。この味めっちゃ好きです。なんか卵の香りと、あとね蜂蜜が使われてる、そう砂糖じゃなくてこういう蜂蜜とかで甘さを割らされてて、もうこういうのがめっちゃ美味しくて、糖分も体にいい糖分をね取り入れられるって思うとすごく嬉しいなって思います。いやー、これ美味しい。最後はこちら、メープルナッツミックスです。ナッツってね、結構こう塩がかかってたり砂糖がかかってたりね、いろいろあると思うんですけど、こちらはメープルシロップがかかってるみたいです。あ、メープルの香り。ちなみに中はアーモンドとクルミとカシューナッツが入ってます。アーモンドいただきます。こちらはナッツの美味しさも生かしつつ、メープルの香りがふわっとして、甘さもね、そんなにこうあめっちゃ甘いとかならずに、程よい甘さなので、すごく食べやすいなって思います。こちらはねカロリーが 218.4 なんですけど、でもこれだけたくさんのね量食べれるって思ったら、この1日の間でちょっとお腹空いたなっていう時にこまめに間食も取りやすくていいんじゃないかなと思います。ナッツも好きやから嬉しい。今回好きなのばっかりでめっちゃテンション上がりました。こういう届いたお菓子もね、そのまま食べてもいいし、例えばヨーグルトに入れたりとかしてアレンジしたりとかしてもいいと思うし、本当に今回もう自分の好みのものばっかりでね、すごい嬉しかったし楽しかったです。そして最後にスマホのマイページから今日からリクエストをします。例えばこれが美味しかったなとか、これはちょっと違ったかなって思ったものを自分なりにレビューすることで、回数を重ねるごとによりこう自分に合ったお菓子を届けてもらいやすくなるみたいです。気になった方はぜひチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回はスナックの定期購入サービス、スナックミーを紹介しました。私も今までダイエット中のお菓子とかを買うときは、できるだけこうカカオ 70% 以上のチョコレートとか、無塩のナッツだったり添加物とかカロリーも気にしたりして買うことが多かったんですけど、こういうサービスがあったのはね知らなくてすごいびっくりしました。忙しくてなかなかお店に買いに行けないっていう方にも便利じゃないかなと思います。お菓子が好きだけど健康が気になるっていう方にもぴったりだと思うし、自分に合ったお菓子を届けてくれたり、この組み合わせもね毎回違ったお組み合わせで届けてくれるので、毎回ワクワク感があるのは嬉しいなと思います。ぜひ気になった方はこの動画の下の概要欄の方からチェックしてみてください。
そしてマコチャンネルは毎日20時にアップしています。毎週土曜の夜はライブ配信もしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた明日、バイバイ。